ビビ君がいろんな場所に潜入し、普段なかなか見ることのできない舞台裏などを一生懸命レポートするこの企画、題して潜入ビビ君。張り切っていきましょう。第58回目はこちら。今回はどこに来ているかと言いますと、じゃん、出島メッセ長崎に来ております。ここ出島メッセ長崎は11月1日に開業する長崎初の本格コンベンション施設。行政と民間企業が協力して様々なイベントや国際会議が開催する交流拠点になります。今日は出島メッセ長崎の内覧会があるということで、ビビ君も特別にお声掛けいただいてやってまいりました。うん、そうです。今日は春野社長も一緒に出島メッセの方で。そう、私ビビ君に実は紹介しなきゃいけないものがあるんですけど、長崎市のマイスアンバサダーになりました。社長を辞めて、うん、マイスアンバサダーになることになりましたので、よろしくお願いします。ビビ君、びっくりしましたね。ところで、マイスアンバサダーって何でしょうか？マイスアンバサダーっていうのは、長崎にできるマイス施設を PR するっていう役割をいただいてて、たくさんの人にここを使ってもらいたいなっていうことを発信していきたいと思ってますね。で、私だけだとちょっと心もとないので、ビビ君にも手伝ってもらって、潜入ビビ君で一緒に紹介できればなと思ってます。ということで、今回は新しい交流拠点出島メッセ長崎に潜入。実際にどんなところなのか一足先にお届けします。まずは施設を案内してくれる方にご挨拶。市役所の久田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。リファーレン長崎のビビ君です。よろしくお願いします。実は私も外で欠かさず撮らせたいではですね、はい、本当ですか、通わせていただいて、ビビ君とはいつも見てところでですね、いつか来ていただきたいなと思って、本当こんな早くにですね来ていただいて、本当感謝申し上げます。ありがとうございます。黒田さん、いつも応援していただいてありがとうございます。それでは早速出島メッセ長崎について教えていただきましょう。で、長崎市の事業としてはですね、この2万4000平方メートル大きな土地がありまして、でここにマイス施設とちょっと高級なホテルと、それとあと民間の施設をですね、自由に作ってくださいって広告を書きました。でそういったところ事業者さんの中でですね、打ち合わせをされて、でこういう形に今なった。で今日ご紹介しますのは出島メッセ長崎はこちらの部分になりますので、ホールとか会議室があるんですね、ここをご紹介したいと思います。ちなみにお隣のホテルはヒルトン長崎。実はいつもお世話になっている松藤グループ様が運営されるそうですよ。それでは早速潜入です。まず入り口にやってきたビビ君、こちらの表札についてお聞きします。これは島の窓をイメージして、建物も世界とつながっていただきたいというイメージを持ってこうデザインしました。さらにステンドグラスでできていて、長崎の人にも愛着を持ってもらいたいという意味があるそうです。ビビ君、長崎をギュッとまとめたように見えるそうです。続いてはフォアイエと呼ばれる広い通路、施設の入り口になることから長崎らしさが出るようにデザインしたそうです。こう長崎のこう旗ですとか長崎市の建物なので、アジサイをイメージした土型ですとか、うん、ものを使って、このデザインをします。こういう交差のこのデザインをすることによって、なんかいろんな文化があるので、文化がいろいろ交わっている。その交わっているこのネジの中、少しブルーに塗りました。これは出島メッセのロゴの明るい方のブルーなんですけど、このブルーがこうチラチラ見れたりして、こう印象的に見えるようなデザインとして使います。細かいデザインまで考えられています。この施設に行ったら本当に長崎らしさがいっぱいあるんだよね。あとなんかブルーが私たちはやっぱりブルー
プランがあるので、すごい嬉しいです。こうやって見るとビビ君の頭と壁のラインが同じ色に見えます。さらに床にもこだわりがあるそうです。ビビ君、わかりますか？正解。すごい、ビビ君。そうですね、ビビ君正解。石畳をイメージしてこれを作ってます。ビビ君、鋭いですね。街並みを再現して長崎を知らない人が来ても街の雰囲気を感じてもらえる作りになっているんですね。続いては会議室が並ぶエリアへ。ちょっと明るいそのホワイエと違って、こちらちょっと黒くというかチックにまとめて、ちょっと落ち着いて会議の後のお話もできるようにセットしてますので、ちょっと床のパターンも石畳がこっちは落ち着いたパターンにしてます。さらに大事なネット環境も整備されてるそうです。テルマメッセ長崎はインターネットの光ケーブルをですねいっぱい引き込んでますので、もう電波はバッチリです。ビビ君、 YouTube ライブやインスタライブも安心してできそうですね。さてこちらが一番大きな会議室です。ビビ君、この椅子もですねとてもかっこいい椅子ですよね。でお尻と背中がこうメッシュになってるからすごいこう柔らかいし、夏場はね汗をかかなくてですね。こだわりの椅子。ビビ君、ちょっと一休みです。なになにこれ、座り心地がいいの？いい。ここにはこれが4900脚あります。へー、すごい。1個ダメです、ダメです。ビビ君、すごく気に入ったみたいですね。ビビ君が座ってもはみ出てないです、後ろから見て。ビビ君のようにふくよかな人でも大丈夫な椅子です。いいね、ビビ君。ここ決起集会とかできるんじゃないね。クラブでも機会があればぜひ使ってみたいです。他にも様々な用途に合わせて24部屋の会議室があります。ビビ君が気になる換気の機能も備わっているそうです。次に案内してくれたのはイベント展示ホール。すごく大きな場所です。イベントをしたり展示会したりライブをやったりするというところになります。大きさのイメージとしてはフランスコスモスタジアムの半分ぐらいイメージと思っていただければ、いつも見ると見ているスタジアム半分ぐらいかなというところになります。で、特徴としてはこの木、この3本の木をこうずるっとぐるっと回しているんですよ。長崎の杉を使っていて、ちょっと内装に合うようにちょっとグレーに塗装して、全体ぐるっとこの雰囲気を作るという部屋になります。長崎らしさもしっかり取り入れられています。ここでビビ君、あることが気になったようです。換気？換気。おお、あ、すごいですね。すごい質問なんですけど、いっぱい穴があると思います。二十数分やったんですね。で、はい、すべての空気をですね、入れ替えられるような、とても換気のいい部屋になってます。今の時代だからこそ、大事な機能も備わっています。ビビ君も早く大好きなイベントに参加したいようです。もちろんね、食べ物のイベントもできます。ビビ君が探してきた美味しいもの博。ここの中開けるとですね、電気とか水道とか下水道の管が入ってます、ですから、そういう食べ物のね、美味しいブースもここのところに行ければ、ここから電気も引けるし、水道も水も取れる、ね、排水もできるってことで、これがずっと6本ね入ってますので、各、都道府県の美味しいものとか集めたらいいですね。いいですね。もしかしてビビ君、早速企画書をまとめて大好きなイベント実現できるといいですね。続いてはお手洗い。女性用のお手洗いが素敵だそうです。ビビ君はちょっと男の子ですけど男の子だけど女性お手洗いに、今だから行きますよ。ビビ君、こちらはパウダーコーナー。
お化粧しやすいカウンターと美肌照明がついています。てか鏡に収まってる。大丈夫。そしてお手洗いの個室には長崎の旗をモチーフにしたサインがついています。トイレの数が多いので入ってるかどうかもわからないので、今風呂出場入れるとパタッとちょっと変わるので、これなら空いているところが一目でわかります。女子トイレがあるので男女比率がちょっと違う会議の時は普段はこう閉めてるんですけど、開けて男性用のね、トイレを使えるように。ということで女性用のお手洗いから男性用のお手洗いに移動してみます。という間に到着。ビビ君、忍者みたいに瞬間移動ができましたね。さてビビ君、2階へ到着。電車が長崎駅と同じ、電車と同じ高さなんだ。そしてやってきたのはコンベンションホール。前方のスクリーンは450インチもあるそうです。ここではサミットなどの国際会議が開催できます。広さは2700平米あって、ね、3000人まで入れます。ちょっと調べたらうちのがもう全国に2700平米。さらにお隣のホテルとも連携しています。ヒルトンの厨房からケータリングにモントクレーの、ケータリングサービスはバッチリ。ビビ君、ヒルトン長崎のお料理もいつか食べてみたいですね。さてコンベンションホールのお隣にはほっと一息をつけるこんな場所もあります。なんだかキャンバスに描いた絵のようです。お山が見えて、電車も見えて、風も気持ちいい。最高だね。とっても気持ちいいところなので皆さんも開業したらぜひ来てみてください。次に案内されたのは屋上。ここは長崎駅にあるカモメ広場のおよそ3倍の広さです。あ、ホテルが見えるね。サミットをやってここで集合写真撮るんですか。そのための台だってね。え、ペイ君は？うん、撮る？ということで記念に1枚。ビビ君、 J リーグマスコットのお友達ともこうやって並んで撮りたいですね。今回訪れた出島メッセ長崎。かつて長崎が出島を拠点に栄えたように多くの人々がにぎわってほしいという思いで11月1日に開業します。長崎にいながらもこれまで体験できなかった最先端の情報や技術を皆さんもぜひここで体感してみてください。潜入して思ったこと。出島メッセ長崎には長崎らしさがぎゅっと詰まっていて、世界につながるとっても素敵なところだなって思いました。僕もいつか出島メッセ長崎でお友達やサポさんたちと楽しいことができたらいいな。ビビ君。